おはようございます。今日はトレーニングしていきたいと思います。今日もか。そっからまあ家の掃除して、クラウドの40セットの4人だけトレーニングマッチになんか参加して、クワトロセットの方はちょっと合わせていくっていうことで、トレーニングが夜あるのでスケジュールとしてそんな感じですね。僕ね、家だと本当に堕落してるんで、マイペースながらトレーニングしていきたいと思います。それを今週7本、1本やったら7秒休憩で、また1本やって7秒休憩、この7本やって、この間は4分休憩で、しっかりだから回復してまた全力でスプリントをやるっていう、これ2セットやって今日終了。じゃあラスト1セット、メニューはいつも通りなんですけど、トレーニングやって、筋力トレーニングってウェイトとかじゃなくて結構長い目を見てのトレーニングをしてて、腹圧を入れながら全て行うんですけど、それがちょっとでも抜けちゃダメで、動作を何かしてる時とかトレーニングしてる時に腹圧が抜けないように全て行うんで、この走りの時も腹圧が抜けちゃダメで、それをね、こう意識しながらやるって結構頭
使うっていうか、その頭が疲れるんですよね。あの意識しながら、なおかつこの足の位置もずれちゃいけないしとか、なんかいろんなところを意識しながらやるんで結構難しいんですよ。でめちゃくちゃ地味、トレーナーにも言われたんですけど、これをやっていけば本当にパフォーマンスとしては必ず上がるから一緒に継続していこうっていうことをね、熱く言ってもらって、本当になんか正直めちゃくちゃつまんないですよ、トレーニング自体は。だけどなんかそこでなんかモチベーションを維持できてるっていうか、正直僕とかね、人間性とかね、マジクズなんで、普段はね堕落してるし、周りの人の支えっていうかね、協力によってなんかモチベーションが維持できてるというか、自分が弱いって分かってるから、こういう環境っていうか、やらざるを得ない環境にして、もうああだこと言ってもらってもいいし、その中で自分が高められれば本当にいいなと思って、本当足りないとこだらけ、もうそんなのはね、もう本当分かってる、自分で分かってるし、全然いい選手でもないし、だけどこれから目指してまだやれるっていうちょっとした可能性を僕はあの本当に信じてやってるんで、チャレンジというか挑戦になんかこう勇気を与えられたと思うし、僕自身のなんか自信にもできたらと思うから、皆さんのコメントとかもね本当に力になってます、応援の方よろしくお願いします。今日まだこれから練習あるんで休憩して、ご飯食って、練習に向かいたいと思います。では一旦休憩、帰ってきました。トイレシャワー入ってトイレ掃除をさせられるということで、トレーニング終わってね、休む暇もなくトイレ掃除して、え、ご飯食べて、起きるの遅いからです。はい、起きるの遅いからです。はい、そんなね起きる遅い僕もね見てもらえたらと思います。はい、じゃあ一回お風呂入ります。ちょっとねご飯食べてだらっとしてます。娘がご飯食べてるのでこの時間を逃さずちょい休憩では、行ってきます。何やかな、13分の電車出していけば、信号次第。え、そのカメラは超高いっすよ。え、 DJI そんなことない。え、これ、あれないですか、内カメ見れないですか。ないんだ。だから、もうここでマニュアルで合わせてる。それはピント合わないですよ。あれ逆にいいんだよ、ポートレートで。あ、いいよ、いいんだよ、あんなんさ、ブルーマンが自己満なんだからさ。カツさん、遅くないですか、来るの。いや、今日さ、移りいいの。長野原が現場だったの。いや、わかんないです、その草津の手前。そっちの話。草津の手前。はい。あ、草津。今日300キロだよ、運転。300キロ。勝さん、お疲れ様です。頑張りましょう、今日も。チームメイトのハンちゃんです。 TMG とクラウド両方。ハンちゃん、なんで来てないの。あるある、持ってきて。ああ、持ってきて。掛け持ちだから。掛け持ち。やっぱり知り合いの YouTuber 面白い。YouTube 面白い。はい、でも、ゆうきの Vlog はクソつまんないっすよ。俺なんか面白い。じゃあ、あれは。あの Vlog 方式とか、どういうことなの。あれは日常生活を勝手に。そういうことなの。YouTube 見てる人だったら、結構みんな見るんですよ。違う、そこ映してないから。やめてください。え、このカメラでいつも撮ってんの。これは最近。Vlog はこれにしました。はい。Vlog 用です。手ぶらしまくってない、大丈夫。いいんですよ、それがいいんですよ。じゃあもっと揺らせばいい。最近あの映画とかもね、こう揺れてるんですよ。カメラを止めるな的な。ちょっとわかんないですけど、そんな感じです。はい、お疲れ様でした。カメラマンが迎えに来てくれてます。え、何これ、プールの。終わりました、練習というか、今日は競技者向けのなんか大会をやってて、トリくんが、井戸とカッツさんも群馬から来てくれて。よし、とりあえずじゃあ帰りましょう。今日は家に帰れないんで、オリジン弁当です。はい、時刻、はい、皆さんこんにちは。もう今12時半からね、飯を食うんですよ、アスリートが。お腹もマジですくからな、もうやばい。いただきます。うまっ、マジオリジン神。これで足りないんだよな。オリジン弁当ごちそうさまでした。こんな感じでね、このカルもなんかなぜかここにでっかい段ボールがある。もうこれすごいでしょ、機材とかも。これここで編集してますという。ただいま編集、 Vlog を編集中です。ちょうどポートレートでね
内容は見られないように できるっていう裏を全部ポートレートにしてるから、あのテクニック使ってるから本当だよ言っとくけど本当にもう裏側だね、これもう見たい人 いるんすかねこれわかんないけど、なんかまあでも編集がね、プロだから、てかもう明日クリスマスイブだから家族連れてサンリオピューロランドに。でもさ、やっぱあの家族がいると一つできないことがあって、あ、家族ってか、そ、子供がいるとね、一つできないことがあってさ、あの嫁さんとさ、こうディナーとかにこう行けないっていうのがやっぱあるんですよ。だからこう結局家族が行けるようなお店に行かなきゃいけないっていう。全然フットサル関係ないけど、この話今日はもうおしまいかな。7時50分です。はい、もう寝ましょう。明日11時にプールランドなんで、おやすみなさい。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますそんな感じで、はい、お疲れ様でした。君は映ってないけどね全部やけ全部やけたけど、はい、終了。